ホンダスペーシーホンダスペーシー250フリーウェイスペーシー250フリーウェイはホンダ技研工業がかつて製造販売したスクータータイプのオートバイである。1984年8月1日にスペーシーシリーズ最上級モデルとして発売。形式 MF01。当時日本のオートバイメーカーとして最大排気量のスクーターであった。 1989年6月にエンジンやボディを新設計したメットインタイプスクーターフリーウェイがサブネームを引き継いで発売され、当モデルは生産終了。低床バックボーンフレームを採用し、250cc クラススクーターとしては、コンパクトかつクラス最軽量となる乾燥重量 125kg を実現した。 車体デザインは1983年に発売されたスペーシー125ストライカーを踏襲した間延びのない直線主体である。ただし、ヘッドライトはスペーシー125ストライカー最大の特徴であったリトラクタブルヘッドライトとせず H4 ハロゲンバルブの大型各一等固定式とされた。水冷4ストロークサイチェシー気筒の MF01E 型エンジンを搭載する。 メカニズム面ではフロントサスペンションに完成モーメントが小さくコスト面で小排気量スクーターに採用例が多いボトムリンク式を採用後輪ブレーキはマニュアルトランスミッション車と同じく右足動式としたその他にも速度感をオートキャンセル式ウィンカーパーキングブレーキなども採用しオプションで大型フロントシールドも用意された 標準現金価格は33万8000、販売目標は6000台、年とされた。1986年11月12日にマイナーチェンジが実施され、以下の変更が行われた。標準現金価格は34万8000、販売目標は5000台、年に改定された。ありがとうございます。